友達に差をつけちゃおう。どうもこんにちは、爆笑問題です。今日はお休みですね。11月23日、そうですか、勤労感謝の日でね。勤労感謝してくださいよ、本当田中君。いや俺はだから感謝の印にいつもさ、なんかいろいろほら買ってあげたりしてるじゃない。あ、そう。うん、何を買ってくれたの？いや、それはいろいろほらゲーム、それかソフトとかもさ、ね、君の持ってるウルトラベースボール、俺が買ってあげたり。そんなの昔じゃないかよ、お前。え、もっと、じゃあ今日なんか買ってくれ。今日なんか買ってよ。今日も買わなきゃよ。買ってよ。なんだよそれ。ねえ、うちの親父がさ、27日ね、11月27日でさ、70歳ぐらいなんだよ。わかん、69とか。お前の親父70歳。もうそんぐらい、もうおじいちゃんなんですよ、うちの親父はね。それでさ、一応会社もう定年退職してんだけど、一応まだいるのね。会社に、まあちょっとこうもういるだけみたいな感じだけど、監査役みたいな、監査役なんだ、そういうことでいるんだよ、でもさ、それもさ、それすらもうさ、そろそろダメなんだよ。何がダメ？ダメっていうか、もういなくなってくださいっていうか、もうそれは決まりでな、それでも何年間しかそういうのないじゃない。なるほど、ね、じゃあもう隠居だ。隠居生活入ると思ってたんだよ。そしたらさ、今朝さ、なんか朝休みで家行ってさ、ユージ、俺な、日本を変えようと思うとか。おいおいおい、大きく出たね、随分。出たんだよ。どうしたかなと思ってさ、何言ってんだよと思ってさ、あのね、このままでいくと日本はおろかね、地球もね、もうあの環境破壊とか。うちの親父はそういう人だから、結構あの公害博士だからさ。なるほどね。そういうなんかグラフ作っちゃったりするんだろ。そう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 、模造紙で部屋に貼ってどうすんの、お前家に模造紙の部屋。そうそうそう、学校のお前夏休みの前宿題じゃないのか。そうそう、そういうのさ、でね、あのこのままだともうね、21世紀は地球は人間というものがもうダメ、自然もダメになってくる、それを今のお前の息子が一番ダメだって分かったのかな。あんたの息子が一番ダメなんだぞっていうのをちょっと分からしておいてくれるんだよね。でさ、なんかさ、ある政党に入るっつうんだよ。え、出馬するんですか？いやいや、出馬じゃない、党員だから。あ、党員になる。党員にはなれるんですよ。あ、そうなの。割と自由になれるんですよ。あ、そうなの。何ですか、 UFO 党ですか？いやいや、新進党に。新進党？うん、そんな入れんの？入れるんだって。どうして？党員、いや、どうしてっていうか、そういうのあるらしいんだよ、党員になれるんだって。ああ、だから別に出馬するわけじゃないよ、政治家になるわけではないわけ、政治家じゃなくて、いわゆる新進党の党員になるっていうんだよ。へえ、と思ってさ、すごいね、なんで突然。したら、結局今のね、そういう政治家の人たちも、そういうのを分かっていながら、それなんかもう目先のことだけのね、ことにとらわれて、それに俺が勝っついてるっつったんだけどさ、何考えてんのお前の親父は。分かんないんだよ、俺もう唖然としちゃった。もうさ、それもう、あ、分かったって言ったの。いや、もうそれはね、じゃあこれが俺のこれからの生きがいだって言うんだよ。まあ、そう、生きがいだって言われちゃさ、もう70だしさ、生きがいだったらどうぞやってくださいって言うしかない。だからもうさ、俺はもう見てみようと思ってさ、何すんのか、どう変えるのか。何すんのかなと思ってさ、なんか熱弁振り出すんだよ、俺が朝飯食ってたらさ、横でさ、ね、まずあの30以上 の、あのコンビでいじめをなくすとか、そういうことするんだな。いや、それはだって別に俺の親父は別にそんな俺のことなんか考えてない、お前の親父ほんとバカだよな。だろ、なんだろうね、何考えてるの。あのトンビがトンビを産んだって言われてる。お前んちは。すごいよね、ほんと。ついていけなくてさ、さすがにさ。なるほどね。そういう、今日この頃ですよ。はい、まずは今日もロボットビルに入っていって、はい、それでは行ってみましょう。スーパーファミコンは爆笑問題の放課後の王様。秋も深まりつつ、宅の季節本番といったところですけども、今日はなんといよいよね、家元の宅公開。そうですよ、ね、あれどうですか、地震のほどは初公開です。え、いや、地震も何もさ、ないんだよ俺にとっちゃ。地震とか言ってほしくないんだよな。そんな段階じゃない、そんな段階じゃ、別に、って感じで。別に超ムカって感じだ。なんで超ムカって。なんで何にムカつくんだよ。そういうことで、今日はですね、大変な力作となったようなんで、この後すぐにですね、公開したいと思いますけども、そんなわけで今日はね、名前のない者どもへがちょっとお休みです。
めいめいファンの皆さんごめんなさい、いるんでしょうかねめいめいファン世界君ぐらいでしょうかねめいめいファンはねえ、ということで、まあ、今日はだからそのタクを中心にお送りいたしますんで、うん、50分間ですね、うん、生放送で今日もよろしく。アル・ヤンコビックで今夜もイートイット。スーパーファミコンアワー爆笑問題の放課後の王様。私が 300cc の墨汁を手にした時、ただ真っ白なだけの一枚の半紙は芸術となった。タク、それでは早速、そして、まだ続くんですか？いいんですか、はい、今週は家元自らが創作した作品をですね、はい、披露してくださいますけども、まあ、しかしなんで今日ですね、この家元がこの作品をね自らこうやるということになったかというと、それは全てこのところですね、門下生諸君の不甲斐なさが原因だと。ああ、ほんとんどんどんもういやだ、叱らんのだ。不甲斐ない最近これでいいのだ。いや、バカボンパパですか、いいのだっていうのはよくないから。よくないのだね、賛成の反対なのだでしょ。そうだ。それで何あのやろう、俺がちょっと目に物を見せてやろうと、ね、あ、そういうここら辺でカツを入れてやろうと思う。いや、あのね、ちょっとね、やっぱりこのタクはですね、一番もう長いコーナーでね、当たり前だよ、もう半年200年以上ですか。200年ですか私はね個人的には。いや、何歳なのあんたは。
5060万さ。デーモン国連も2人くらいだぞ。なこと言ってんの。10万30歳です。そうなんだ。まあ一番長いんですけども、うん、このところですね、まあ一応ね作品が全然来ないとかじゃないんですよ、うん、生きてはいるんだけども、うん、そのなんかレベルがねやっぱ壁にぶち当たっている門下生も多いと。高見はどうした。高見はどこじゃいや高見おいしい高見高田のババアはどこじゃなんですかそれは熱じゃなくてまあそういうことで、はい、門下生がちょっと不審だということでですね、うん、今日はもう心してですね、先生の、まあ、家元のですね、うん、作品を見ていただきたいんですが、うん、マガジンの方メニューの2番目ですね、必見、これが家元の宅だ、 おまけもあるよ宅というところをですね、うん、まず開いてみてください、はい、まずですね家元の宅、これは1番ですね、ここですね、はい、開いてみてください。まずですね、うん、あの家元の作品の前にですね、その過程もメイキングみたいな感じありますんで、うん、そこからちょっと見ていきます、これはですね、太田家元が宅の素材に選んだのはなんと田中裕二であったこれはどうして。いかに汚いものをきれいに表現するかっていうのが宅の基本だってね。そうですか。要するに事実からね、真実を、はい、あの映し出すっていうのが宅なんですけども、ええ、まあなんていうんですか、その見た目、街並みとかですね、世の中に起こる、うん、事象ですね、うんうん、いわゆるそういうのは事実だけを見てると非常に殺伐としていると。ほうほうほう。その中からそのものの真実を映し出すときに、うん、果たしてどういう結果が得られるかというですね、それにはあの田中裕二が一番適当だったと。いかにも日野秀氏の書いた漫画ですから君は。そういうような漫画ですから。そうです。そういうような汚いものからですね、はい、一部のこうキラッと光るものを出したい、出したい、私は思いました。もうものすごいこう砂の中から金粉を見つけるような、そういうことですね。はい、11月8日18日これね19日、うん、あ11月9日の間違いですね、うん、はい、18時おもむろの机の上に寝かされる田中、はい、この後の惨劇を知る由もないというね、うん、まあいろいろ文章ありますけど、これずっと読んじゃっていいんですか今、心なしか田中の目には怯えの表情が走る。しかし爆笑問題の放課後の王様スタッフ、主に太田家元、マネージャーの龍、そしてディレクターの五郎、作家の稲庭は、うん、後ほど述べる理由のために直接は関与せずということですね、うん、これまあ寝かされましたね。ちょっと顔が膨張してるね。なんかね、うん、このアングルなんかものすごいな、丸いよね全体的に、まあ俺丸いんだけどさ、うん、まあいいや次。あ、お家元出てきましたね。誰だ。俺か。家元ですよ。家元が今塗ってますね。意気揚々と、そして大胆に。美しいなフォルムが。なんだそれ。フォームだよ。フォーム。腕の角度ね。はい。あれをよく見といてほしい、ね。あれを見といてほしい、腕とそれからまあほぼ垂直にこの筆が降りてますけど、うん、これも見下すような目をね。よく見といてほしい。見下さなくていいじゃないですか別に。みんな見下さないじゃないですか。心を鬼にしなきゃダメなの。あ、そうなんですか。角っていうのは。はい。こう鬼になりきれるかどうかが、うん、いい作品が生まれるかどうかの。あの微妙なあれだからね。なるほど、それはちょっと情け容赦しちゃダメなんですよ。前ほらワープロとかね、うん、あのタクン取った時やっぱ心を鬼にして、そう心を鬼にする、うん、一度そいつのためにですよ、うん、もちろん、うん、そのもの作品のために、うん、一回そいつをですね、うん、めちゃくちゃにする覚悟を、うん、あの決めてほしい。あ、俺なんかもうすんなりそれができる。いやそりゃそうじゃ別に普段だからそれは、ね、そね、勢いよと、そして大胆に墨を田中の顔に塗りたくる太田家元、田中の光コンタクト入ってんだからちょっと目だけはやめろよという叫びが戦闘機関に虚しく余談だが、最初田中の顔に墨を塗ったところ、顔中につきまくった油のせいで墨が完全に弾かれてしまった。全員の罵声を浴びながら田中はトイレへと顔を洗いに行った。これが俺もね、さすがの俺もね、長年もうあの200年以上この卓を取り続けていながら、あんな油は初めて見たよね。本当にね、これは敵ですから、タクにとっての油は、これは水と油じゃなくて、もう牧獣にとって、牧獣と油なん、うん、炭と油、うん、だから、うん、君はラードだよね。ラードすき焼きとか鉄板に顔をつけたいぐらいのものでしかないんだよ。ものでしかないですね、うん、はい、で一応顔洗ってきましたんでね。洗っても弾かれたからね、パンパン弾く次から次へとこう油たちがポンポン出てきてね
本当にママポケッティが欲しかったぐらいで1500万洗っちゃう。つい言ってましょう。隅を塗られている田中の顔、金鋭鼻の穴にはトイレットペーパーが詰め込まれている。偶然だが田中はそのこの前日に散髪をしており、今日の自分はかっこいいと思いながら戦闘着替えてやってきた。 その割にはなんとセンスのない T シャツだろうか。うん、言えてる。あのね、それいただき、いや何がそれいただき、ね、あのね、うん、下の T シャツあるでしょ、うんうん、あれはね確かに1000円で買ったんですよ、うん、新平ちゃんみたいなやつね。ピンポンパンツだけどあれは、うん、俺は下着として着てるわけ。なんであんなもんね、いわゆる普通の、うん、ね、軍勢のシャツ、あれでしょ、ヘインズの T シャツとかみんな下着で着るじゃない、うん、あれなのよ、うん、別にあれでかっこいいだろ俺はっては言ってない。いやでもそれあの散髪してきてかっこいいと思ってたな、髪ぐらい切るよ俺だってさ、すぐさ、はい、あなんだこれ気持ち何を思ったのか、突然ラッツ&スターなどとよまいごとを言いながらポーズを取る田中。この情けない表情を見てほしい。これがとてももうすぐ31歳になる男の取るべく姿だろうか。この後ディレクターの五郎は、田中さん男だねと感心していた。五郎お前間違っているいやでもね、じゃあね、俺はさやられてるから分かんないんだけど、俺はねこの時にね、うん、ちょっとね自分の作品がいいものになるか悪いものになるか、うん、ちょっと迷ったね。あ迷った、うん、このなんかね、うん、おふざけみたいなことが、うん、俺がもう狙ってることがうまく表現できるかどうかの弊害になるんじゃないかという気がしたね。一応ね、みんながね、うん、ラッツみたいだって言うから、これ痩せ我慢だよ。うん、いや痩せ我慢だよ。うんじゃねえよ。うんってことはね。一応ちょっとやってみました。はい、ラッツをね。はい。次ですね。お前さ、これ何これ。これさ、魔除けのお面だよこれ。魔除けのお面。笑う田中雄一うわぁ武器以外のことでもないこれなんとなく江戸川乱歩シリーズに出てくる怪人を連想させる表情だ。かろうじて目には墨は入っていないが口の中は墨だらけ、歯はまるでお歯黒を塗ったようである。相変わらず顔からプンプされる油によって墨は弾かれる気味である。すごいわ、これさ、この世のものとは思えないね。これすごいな、これヨーダだな。なスターウォーズヨーダ、ね、ヨーダ、うん、なんかおばさんだよな。白木みのるさんって今こういう感じなんだよね。わかる、うんうん、おばさんっぽい、うんうん、すっげえな。次行ってみようか。はい、あこれいよいよね、墨を塗り終わり半紙を顔に押し付ける太田家元。やはりお笑いの血が騒いだのか、はたまたいじめっ子精神が騒いだのか、半紙の裏から田中の口をすごい力で押さえつけ始めた。田中は大暴れして抵抗していた。これは非常に危険なことですので、良い子の皆さんはくるぐる真似はしないように。そのため半紙が破れ再度取り直しとなってしまう。おい小僧、手間かけさせんじゃねえよ、うん、あのね、これはね俺ね失敗したなと思ったらね、うん、半紙をちょっと濡らしてペタッて貼ってね、しばらく置いとくべきだったんじゃないかって気がするね、うん、ああなん一晩。そうですか、それは死んじゃうんじゃないですか、うん、それはデスマスク。いやデスマスクってあんたうん、っていうのは口をねパンと押さえたのは、俺はやっぱりポイントを決めないと、これタクっていうのはポイントだから、ポイントがね。でこれで何を表現するかっていうとね、うん、これはやっぱりね息苦しさをね、うん、極限状態に持っていかないと、うん、その瞬間が取れないんですよ。あそういうことだったんだ。そうです。あ俺は本当に殺そうとしてんのかと思って。もちろんそれはいやもちろんじゃないだろ、だからその息苦しくして、うん、瞬間のそのなんつうのか、うん、危機感っていうのをね、うんうん、表現するためにやったんだけど、これはさすがに田中は分かってないっていうか、被写体っていうかね、そういうものがと意思の疎通がいまいちできなかったっていうことですね。私は本当にこれは落ちてしまうんじゃないかと思ってね、うん、やばいと思って、うん、本当に苦しいんですよね、うんうん、で口の中が、うん、墨がですね、うん、いっぱい入ってきてですね、うん、当然ですよ、そんなの苦い、うん、苦いも何もない苦いも何もない。でやっぱ気をつけてほしいのはね、うん、こうやって人間を生き物を撮るときにですね、うん、やっぱねそいつ自身がその作品に対する情熱っていうのはどの程度あるかっていうのによって、うん、作品の出来や、ね、うん、良し悪しが違ってくるわけですよ、うん、でやっぱりねこの田中裕二という男はですね、
お笑いとしてのなんていうんですか、普段の生活から見て笑わせるっていうこと、ね、これはあの漫才師にとっての喜びじゃないですか。なんか説教笑わせるっていうねことよりも自分を守ることの方が優先する男だったんだ俺は。それをこの時に俺は長年コンビを組んでいながらいつも忘れてしまうの、ここのところこいつはきっと作品を重視してくれる人間だろうと思うんだけども、そこでいつも裏切られる。これが俺たち爆笑問題の、いやちょっと待って、家元さ、いや問題点なんだけど、俺たち爆笑問題じゃ何なんですかそれ。俺たち爆笑問題、いや違う違う違う、家元なんだから俺たち二人爆笑問題だよ、俺とお前だよね。それでやっぱりね、そのアドリブで田中のね、放送中にアドリブで田中裕二の頭をパーンとこう叩く、パシンと針線で決まればそれはドッとした受けに変わるんだけど、田中はそこで手で避けちゃうことがあるんですよ。ちょっとプスってなっちゃうの。プスってなっちゃうの。客は引くんだよ。いや、家元、タク、そうなんだ。いや、そうなんだけじゃん。そういう人生が見えてくるわけだよ、ね、はい、次ね、再度取り直しとなり自分の話を抑えてみる田中が、しかし所詮は小僧とてもまともなタクトはならず、もう一度取り直しとなる、またまた手間を全員にかけてしまう小僧田中小僧、しばらく大石のところにも修行に行くか、はい、だからね、これがやっぱりね、なんていうのかな、いまいち弾けない田中が。いやちょっと待って、別に俺だからお前がね、じゃあちょっと自分でやってみた方がいいんじゃないかってことになって、それでやったわけでしょ、あれは、ね、それはもうちょっと家元の作品から俺かなり離れてると思いながら、これじゃあと思って、それはお前天、ね、写真家の天才アラーキーだって、自分が人に撮らせてたね、自分が写ってる写真だって自分の作品じゃないか。俺はそういう意味じゃさ、アラーキーの境地だからさ、そうなんだ、もう常に宅を撮るから、あ、そうなんだ、街で街で、自分の飼ってる猫の宅とか、ね、街でどんどん撮っていっちゃう、ね、次いってみましょう。うわぁ、改めて家元がタクを取り終わり、戦闘機が始まって以来の写真だなこれ心なしかほっとした表情の田中、それにしても相変わらずすごい顔である、よしばらく忘れられなくな、忘れられなくなりそうだ。うわ、これはすごいでしょ、あの月の満ち欠けの放送している放送局のね載せてる写真とは思えないね。そうだな、え、素晴らしいね、木星がとか言ってるの言ってた、てくんてくんつってってとか言ってる場合じゃないよな、目まで黒いね。いや目は別に、あれはあれは目の中は入ってないですよ。気持ち悪い、目は黒いでしょ普通、気持ち悪いってあんたがしたことですからねこれ、汚ねえよな。いやだからそれを、ね、俺はねこれで、ね、顔中何度も墨20、30塗られて、顔中が ものすごいヒリヒリして、まあそれはいいんだけど、いや俺ねこの顔を見たときにちょっとね俺ね、あのビビっちゃった何がビビった、ビビったさすがの俺もね、ちょっとこれに耐えうるね、精神力がいやまだ育ってなかったな、ずいぶんなんかずいぶんそんなもう修行200年も300年もして初めてですこんなものは。そう、初めてなんですか、そうです、あ、そうですか、これまだあるんですかね、全ての作業が終わり、やっとなんだこの顔は、なんだよ田中の方針の表情顔がプクプクしていて気持ちが悪い、この後トイレで顔を洗っていたが顔が痛いよ痛いんだよといつまで経っても泣いていた、この苦労は果たして報われるのだろうか疑問である、なんだこの表情は、分かんないよ、何を思ってんのこの時に、分かんないよこれ、ね、キョトンとしたようななんかなんか当然のような表情にも見えるしこれなんかさ、これなんだろうな、これ俺も分かんないな、普段からこうだよみたいな表情にも見えるしね別に日常会話で日常みたいな、あ、そうなんですかという感じの顔ですね次あ、これ勝ち誇ったからね、太田家元の会心の笑み、さっきの表情、田中の表情とは対照的である、しかし作品に満足したようよりは小僧にいたずらするのが楽しそうだったのは気のせいだろうか、この日太田家元は以前から使っていたワープロの文章を Mac で読むための変換変換作業のために五郎に怒られっぱなしで相当のストレスが溜まっていたと思われるこうして家元によるデモンストレーションは幕を閉じたのである、なんすかあの表情、まあ、他のことで忙しかったんだよ、でもビビっても長さそうだな、ビビった表情でもないじゃん、家元、
晴れ晴れとして、うん、まあね、うん、これで一応ちょっとした息抜きになったメイキングは終わりですね、うん、はい、それではですねこの後いよいよ作品を皆さんに公開したいと思いますけど、その前に一曲曲をいきたいと思いますけど、それではですね、皆さんお待ちかねの家元の曲を、うん、ここで公開したいと思います、うん、作品を演じましょう。はい、うわ、田中の人面宅。本当だ。いや、本当だ。いや、違う違う、これ別に家元の作品じゃないですか。黄色いやつさ、黄色くなってんじゃん、うん、あれ油なんだよね。いや、たわけねえな。そんな別にそれは違うでしょ。これなんで黄色いの。黄色いんだ、油だよ。だってそんな俺お前の体液。いやだけど俺ガマガエルじゃないんだからさ。そんなさ、お前、あ、お前そうだよ、全部お前の周り鏡で囲って油もうずっと置いとったらガマの油を見。
え田中の油振り、そうそう、寅さんがお前なあ、お前、えそんな、これはどうなんですか、醜い姿に、自分の醜い姿にドラドラ油が出てきたお前、そうだよそうだよじゃなくて、ひげもと、この作品今度それやろうか、やんないよ、なのどうなんですか、これ、これいかん、いや、いかんの、失敗作なんですか、これこれだからね、お俺は もうちょっと本当は満足いくまで続けようと思ったんだけど、なんかほらふとさ、うん、こんな田中の宅なんか取ることになんか時間を費やしていいのかなと家元は宅を取ることが一番でしょ、うん、もちろんそうなんだけど、マックのどうのこうの、違う違う違う、マックじゃなくてね、うん、あの要するにダメなものはダメなんだよ、いやそんな諦め早いな、随分諦めだから、やっぱ対象物ってのはどんどんね、やっぱりね、ダメな時は切り捨てていかないと、あのいいものはいつまでも生まれないわけよ、一つにこだわってたんじゃない、田中やっぱり無理だったと、失敗したんだ、こんなものの中にね美しさは見出せないということがなんだよ、まあこれ現実を映した択なんだけど、そういう意味では現実は出てますよ、すごくこれで、うん、お前さ、あの、うん、足立克実が弟を撮ってきたってやったけど、そうそう、あんなの美しかったよね、あれはすごくさ、あれは弟の可愛らしさとか、うん、そういうのがうまく表現されたよ、だからこれはもちろん醜さはかなり表現できたと思ってる俺は、あそう、ただ本当は俺は田中の中に美しさを見つけたかったんだけど、うんうんうん、それはなかったのかもしれない俺が見つけられなかったというよりもなかったということなのかもしれない、したがってこれは作品にはならない、こんな汚いものはね、ちょっとあのゴミでしかない、いやただの失敗なんじゃない、違う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 、そうじゃなくて美しいことがね、美しいというものがないものを宅に取ったらただのゴミっていうのが私の結論だね、うん、ヘドロ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 公害、お前の親父に何とかしてもらいたい、黙ってないよ本当に、うんそうですか、うん、じゃあこれであの文科生の諸君が何か申し訳ないするのはないよね、うん、だいやこれを参考にしてもらいたいよ、そういう意味では、要はその、うん、こういう汚いものっていうのが、うん、無駄だってことを学ぶだけで十分だと、価値があったと、まあ、私は、まあうん、まあ、段位をちょっとそれじゃあ下げますよ、自分の段位、あ今何段だったんですか、5000段ですからガキのガキの言い合いじゃねえんだから4500段になりますすごいね、500段避けますかその間誰もいないんでしょ、どうせいないです、じゃあいいじゃねえか別に、はい、それでね、今日はねおまけがちょっとこの後入ってる、はい、はい、行ってみましょう、おまけ小目次、小目次はい、その時彼はですか、これちょっとね見てみましょう、はい、先ほどの田中裕二のタクトリに参加したのは太田家元、マネージャーの龍、ディレクターの五郎の3人であった、もう一人の重要スタッフ作家の稲庭はどうしていたのか、正解は前日からの徹夜で寝てしまっていたこのチャンスをあの3人が見逃すわけがない、早速耳に墨を塗りたくった、しかし稲庭は起きない、半生耳に押し当てた、されどまだ起きる気配はないということで、これね実はあそこ、これで別にね、あ五郎ちゃんのさ、あの意地悪そうな口、あれね上ね、あれが後ろ五郎なんですよね、口がちょっと笑ってるのが分かるよね、うん、であれ稲庭さん別にあれ下あのズボン履いてないわけじゃなくてあれはそういう色のズボンを履いてるわ、うん、ね、あのなんかうんこしてるみたいに見えるからねこれね、でこうやってね、ほんと起きなかったんですよ、起きなかった ね、うん、次もあんのかな、ほらこれがアップなんですか、真っ黒になっちゃった、ね、まだこの時熟睡状態だもんな、これ熟睡、ほんと熟睡したん、作家稲庭を受験生みたいだな、ほんとだ、幸せそうな寝顔と耳についたままの墨の跡、墨を塗られても択を取られていても起きないなんてよっぽど眠かったんだねとね、うん、これですね、まだあんのかな、あこれだ、これができた択ですね、これうまく取れたよ、これはよく取れてるよね、そしてこれが取れた耳択である、うん、なんとなくいやらしい感じがしないでもない稲庭ちゃん、それにしても鈍感だね、田中裕二に似てるよ、またなん田中裕二、以上番外編でした、というこれでもいいですね、このタコは、こう普通さ、うん、どんな人を撮ってもだね、うん、こういうなんていうのかな、美しいフォルムっていうのは表現できるもんなんだよね、うん、だからやっぱりこの田中の凄さだよそういう意味じゃん、うん、あこれはほら油浮いてないじゃん、ああ油浮いてないね、普通こうだよ、いやだけどさっきのひどいの本当かよ、黄ばんじゃってんだお前さ服とかすごい洗濯とかしないとダメだろうねすごい勢いで、うん、そんなことないんだけどな、パックとかしたらどんなんなんだろうな、パックやったことあるけどな、うん、
それではですね、家元からですね、まあ最近ちょっとスランプ気味の門下生皆さんにですね、まあまあこのなんだろうさ、途中からさまあって言った時にあれなんかこれどっかで聞いたことあるな田中角栄のモノマネ似てるなって、そっから始めないでくれよ。まあ壁にぶつかることっていうのはね、うん、誰しもあって、うん、で壁にぶつかって、これ前にも言ったかもしれないけど、壁にぶつかってね、うん、その壁っていうのが薄いベニヤ板ではないってことをよく覚えておいてほしいな、うん、壁を通り抜けたらそこの先にすごい空間があるかと思うと、うん、それは大間違いだよ、うん、こういう芸術の壁っていうのはね、うん、コンクリートの分厚い壁だと思ってほしい、うん、いつまで経っても壁が崩せない、うん、それは当然のことであって、うん、そっからちょっとずつちょっとずつまで、うん、青函トンネルを作るようにやってくるちょっとずつちょっとずつわかりました。ある時達成してる、はい、ある時抜けれるとそういうこと、いうことですね、うん、はい、ということでみんなで宅の灯火を守りましょう、うん、宛先は郵便番号150東京都渋谷区神宮前 2-4-12 戦闘機が放課後のおそば木曜日宅の係までです。作品とそれを撮った時の写真とコメントを添えて送ってください。新たな門下生の諸君もお待ちしております。あ、それではですね、まあ皆さん門下生の諸君のために旅立ちという歌をこれから、はい、お送りしようと思います。旅に出るのもいいかもしれない。松山千春さんで旅立ちです。私の瞳が濡れているのは涙なんかじゃないわ、泣いたりしない、この日がいつか来ることなんか、二人が出会った時に知っていたはず。私のことなどもう気にしないで、あなたはだよな
ご機嫌なんですか。はい、先週先々週と我々ね、はいはい、太田田中のお小遣い帳を公開しまして、その通り今日からいよいよですね、プレイヤーのお小遣い帳を公開します。とよっと、なんですかそれは。広川太一郎でーす。なんで広川太一郎ってなこと言っちゃったりなんかしちゃったりなんかしちゃったりやがましいよ本当に。上から3番目いよいよ君のお小遣い帳だというところをめくってみてください。はい、僕のお小遣い帳、まず、うん、今日のお小遣い帳は沖縄県あなたの北海道札幌市のプレイヤーネームオグリスサイレンス君のですね、うん、お小遣い帳ですね。北海道行っちゃったな。北海道修行の旅にね出ちゃいましたね、うん。10月10日北海道の予備校へ通うため、故郷の沖縄を離れる、うん、そのための費用を親や親戚から集めまくる、うん、極端なやつだねこれ。あ、いつ120万。嘘、120万。すごいね、120万。はあ、すごいな。これで1年間とかそういうことなの？いや、うん、これはだからその学予備校だから 学費とかそういう当初のションにかかる費用、生活にかかる、うん、引っ越し代とか買い物もしなきゃいけないとか ね、 家借りなきゃいけないしね。いいじゃないかよ、うん。10月12日、まずは住みかをということで、とりあえず不動産屋ハウザー KK へ行く。何、もう北海道に行ってから決めんの、その家を。どうなの。あ、そう、まあだから本格的に引っ越しをする前でしょ、うん。あ、そうかそうか。まず下見に北海道へ行ったってことね。あ、なるほど。ペアシティみそのという美しい名前に惹かれ、おー、いいじゃん、思わず部屋を借りる。おー、いいね、ペアシティ。これあのその通う予備校のそばなんだろうな。そうだろうね、うん。住みやすい部屋だが、窓から周りの家の庭を眺めるとなぜか大根を干している家庭が多いのに気がつく。ちょっと不気味だ。あ、やっぱね、これかなりギャップあるんだろうな。やっぱ沖縄から北海道だもんな。だいたいあんなに寒い体験はしたことないだろうな。そうだね、うん、沖縄ですからね。敷金礼金2ヶ月分の家賃178,650円。いいとこ住むんだね。2ヶ月分で17万って、え、2ヶ月分でしょ。あ、敷金礼金プラス2ヶ月分の家賃か。プラス2ヶ月分だよ。安いよ。それは安いの、うんうん。まあね、10月14日入居する。あ、もう入居しちゃったんだ、うん。風呂はあるがまだガスが出ない。仕方がないので我慢した。ガスとか出ないよね、うん。あの北の国からとか見てたらさ、うん、あの電気がさ通じるのかなり後だもんね。いや、それは関係ないと。これは別にそんな北海道だから。いや、北海道だってそれいろんな場所があるわ。北海道はどこにあるっつってね。食ったらね、うん。この日ってことだ、ね、パレットという店でお、パレット家具一式を買う。何、あ、なんだ、喫茶店じゃないのか。だと思った。地元にパレットっていう喫茶店があって。そんなもんだ。そりゃあるかもしんないけど。好きだ、喫茶店だった。あ、そう、家具一式ね。テレビ25型だよ。25型ってどれぐらい。かなりでかい。でかいわ。もう割と予備校生の一人暮らしで25型は結構贅沢なものでしょ、うん。そうか、ね、そうか。あ、でもこいつさ、うん、この番組どうすんだろうな。サテラビュー持ってったんじゃないの。衛星放送とかつけなきゃダメだよ、だって。ああ、どうなんだろうな、うん。ちょっと見てみろ。74,800円ね、うん。これがテレビ代9,800円、ビデオ52,000円、消費税込みで14,698円。あれ、衛星はどうした。ねえ、本棚、エロ本入れ5,200円、うん。テーブル、こたつね、これ10,000円、うん。ああ、CD ラジカセ29,800円。全部こいつ新しいのか。贅沢だな。ねえ、カーペット16,800円、カーテン23,600円、布団、こいつすげえな、19,800円。レンジ3点セット、電子レンジ、レンジ台、電子レンジなんか買ってるよ。すごいね。必要ねえだろお前。そんな怒ることない。3点セットとは一体何だろうと一瞬思ったが、とりあえずセットの中に和田弁の縮れ毛が組み込まれていなくてよかった。何のことでしょうか。39,800円。これ全部で128,540円。ガステーブル、これね、ガスが出ないですよ、14,214円。冷蔵庫34,800円、洗濯機29,800円、システムデスク32,800円。すごいね。いやいや、新婚家庭かお前なあ、これすごい。本当は名古屋の嫁入りだぜこんなの本当に。10月19日本来の目的である予備校に入学。ああ、なるほどね。金をドブに捨てる気持ちで入学金。お前その前に十分ドブに捨ててるよお前は。
入学金50万円そりゃな、ほら入学金は高いやな。10月20日、午後6時頃、どこで嗅ぎつけやがったのか、新聞勧誘、北島三郎に北海道だからねいや関係ないと思うよ、おじさんが部屋にやってくる、うん、結局圧倒された僕は1年契約させられてしまった。あ、弱いな。何のサービスもなしにだって。普通サービス結構タオルだとかね、なんかいろいろあるよな、うん、洗剤とかね、うん、新聞5000円ね、うん。10月21日、あまりにも暇だったのでいろいろと考えた挙句、エロ本と若干エッチなビデオを買うってことなんだこの若干エッチなビデオっつうのはなんだろうねこれ、うん、ちょっと背伸びした気分。あ、こいつはほら自宅だったから今までこういうのあんまりね、エロ本だとかね、うん、そういうビデオ買えなかったんだ、きっと。お前みたいに、ね、うん、お前がよく買うような本じゃないの。あー、そうそうそう、デラベッピンと本2冊1300円、うん、これは普通の本なのかな。ビデオ、あ、これもエロ本か。ビデオ3本、11500円、うん、ね。仕送りのお金でこんなものを買ってしまい少々自己嫌悪そんな気持ちとは裏腹にティッシュがないのに気づき買いに行ってしまう自分が情けない。ティッシュペーパー585円。一人暮らしは何かと物入りです。田中さん金くれ。なんだよさ、 あんだけもらって、でもあんだけもらってさ、うん、すごいよな。そんな親親戚から120万だよ。三種の神器みたいな全部揃えてるねえ。あんたも古いこと言うね、三種の神器一昔前、一昔、うん、カラーテレビ、うん、冷蔵庫、冷蔵洗濯機みたいなね、そういうのね。そうそう、こんな僕のお小遣い帳の合計は合計115万6401円。そうか、もう全然残ってないじゃん、うん、今後出費予定、オゲレツビデオ10本、ティッシュ10箱、鶏肉なんだよ鶏肉っつうのは。北海道だからほら。いや何、鍋とかやんなきゃな。いや別にそこまでするか一人暮らしで、しっかり鍋とか鮭だしね、鮭だし、うん、そうだね。受験成功の暁には入学金プラス授業料、これは嬉しい出費、うん、まあなるほど、うん、まあというですね、とんでもない贅沢なやつ、すごいな。しかし予備校でこんだけ金をバンバン使っちゃうじゃん、ね、それでさ、なんだよ、うん、この番組を見るためのそういうあれは全然やってないようだが、え、これは持ってったんだ家から、今あんの多分、あの衛星パラボラ、 BS ほら BS 内蔵のテレビだってあるしさ、テレビ買ってんじゃんだってこいつ、だからそれが BS 内蔵かもしれないし、それは BS 内蔵かもしれないけど、あのそれがそうじゃなければ、うん、衛星放送のあれとサテラビューは持っていってるかもしれない、うん、あ、そうか、うん、じゃなきゃね、こんな奥贅沢なやつだね。だけど、ね、すんげえ快適じゃないのかな。快適だろうな、うん、札幌だったらね、うんうん、そのうちまた大石か、だから大石とか、うん、あの高見も、うん、あれだよね、助けてやってほしいねここでね、あとさ、うん、木村健一だっけ、北海道いたよな、うん、あいつ最近どうしてんの、タクト送ってこないし、あいつは沖縄行ってるかもしれない。沖縄逆に、何交換留学みたいな何の意味があるんだよ、そんなことやってはい、ということで、まあ今日はね、うん、ちょっと小栗さんですが、ちょっと特殊な感じがしましたけども、まあでも、うん、あの逆に北海道から沖縄行ったらさ、うん、何にもそんな買わなくていいって気がするけど、うん、沖縄から北海道ってなんか閉ざされたその寒いところに、うん、あんな開けた暖かいところから行くっていうのはさ、うん、やっぱなんかこう、うん、家をこう固めたい気分はなんとなく分かる、ね、確かに寒いっつのあるかもしれない。こたつとかも買ってましたしね。そうそうそう、うん、寂しいだろうしな。まあなんかね、まあそういうことで頑張って、あの小栗サイレスもね、うん、受験頑張っていただきたいと思いますけどね、うん、はい、ということで、皆さんのお小遣いのデータを送ってください、うん、いつどこで何を買ってどのようにお小遣いを使ったかということをですね、うん、1週間とかあるいはまあ1ヶ月分でもいいんですけども、うん、詳しく書いて郵便番号150東京都渋谷区神宮前2-4-12セントギガ放課後の王様木曜日僕のお小遣い帳の係まで送ってください、電話番号もくれぐれにお忘れないように送ってください。爆笑問題の放課後の王様。はい、ということであっという間の50分間が過ぎようとしてますけども、はい、僕のお小遣い帳ね、細かく今日はまあ小栗サイレンさんちょっとねこっぴでしたけども、うん、それから名前のない者どもへも来週からまた復活しますんで、バンバンやるから、どんどんですね、ガンガンいってくから、いやそんなガンガン別に、タクはどうかね、もうどんどんやるよ、いや何でもそれかよお前は何でもどんどんやるよ、カモン、何がカモンですか。はい、ということでね、たくさんあのおはがきとかですねお待ちしておりますんで、この後4時50分からはキリングセンスの高校受験サテラビュー講座、
そして5時からは細川文江ちゃんの素敵に片思いとスーパーファミコンはまだまだ続きますんで、我々爆笑問題はですね、あさって土曜日のゲーム部でお会いしたいと思うんですけども、今度あさってな、ゲーム部の日はですね、ロマサガのスクエアさん、スクエアさん来ました。来ますんで、もう前回来ましたけどね、岡宮さんっていう人がね再び登場ということで、なんかいろいろ聞きたいこともあるそうで、私もまた滝に打たれてですね、またそんなことばっかりですか。身を清めてまたお会いしたいと思います。ということで、ロマサガ3通信というのを土曜日やってるんで、はい、ロマンシングサガ今やってる人はですね、きっとあのスクエアさんの必見ですよ。必見必聴ということでございます。チョムカまたはあさって、さよなら。キリングセンスの尻の大穴。こんばんは、キリングセンスの川崎です。キリングセンスの萩原です。では早速このコーナーへ行ってみましょう。もう高校受験ステラビュー講座。このコーナーは高校受験合格を目標に萩原を一から鍛え直そうというコーナーです。プレイヤーの皆さんはロボットビルで爆笑問題のマガジンを受信してキリセンの高校受験サテラビュー講座を見てください。先生今日早いですね、進行がやけに。てめえのくだんねえ冗談聞いてる暇ねえんだよ。なんでですか。いつも前振り流してね、お前さんざっぱら言われてんだろ。はい、今日の授業は英語です。マガジンをじゃあ見下していただきます。はい、とりあえず英語。はい、な、自信あるか。 OK、 How are you? I'm fine, thank you. てめえ何者だ。 And you? OK, OK, nice to meet you. これ聞いてる人みんなこいつの顔が見えないからいいけどさ、お前なんだその英語言ってる時の顔。Oh, very, very, very. 相変わらず汚いな。 OK, let's study. まあいいよ。 Boom, come on. とりあえず第1問。 OK、 はい、まあオーソドックスな問題。 OK、次の文章を英訳しなさい。 Very good! Very good! Thank you! Thank you, man! Yeah! Yeah! Hey, Mr. Hagiwara! はい、わかりますか、問題。わかります。なんて書いてありますか。少年は大将だけ。主の話か。あ、大将いだけ。そう、はい、少年は大将いだけ。いだけ有名な言葉だよ。ああ、誰の言葉か知ってる。これそれはだわ、知らない。それは有名な人だね。有名な人だね。まあいいけどさ、クラーク博士っているじゃん。クラーク博士、まあおぼろげに記憶があるけど、はっきり何やってる人かって聞かれたら答えられない。有名な人なの。札幌農学校の創始者なんだよ。学校作った人だ。そう、その人が一応日本に滞在中、うん、ね、札幌でそうやってやって、うん、帰る時に、帰る時に在校生を前に、うん、挨拶を言った。言ったんだ。別れ際の言葉だよこれは。覚えてやがれ。捨てゼリフじゃねえかそんなもんお前。言った時の英訳。英訳するの。うん、ですね、じゃあ言った言葉ですね。言った言葉。日本の皆さん、どうもありがとう。それ挨拶だって。ワシントンの今日は桜の話をします。お前英訳ですね。はい先生、英訳。英訳これはですね、うん、少年わかるだろ。少年はボーイ。ボーイ、そう。しかも少年よ、だから、うん、Hey boy。 まあいいよ。 Come on boy。 あったかもしんね。うん、 Hey boy。 Hey boy ってあったかもしんないよ。 Hey boy。 Hey は略されてるけどな。 You have。 You have なんだよ。 You have、うん、Delicious。 oh, You have gorgeousゴージャスパッション。ゴージャスパッションってなんだよ。いやね、パッションかもし違う。もしパッションじゃなければドリーム、ビッグハート。ビッグハート、お前本当に自分の知ってる範囲の頭の中でしか英語言ってないだろう。うん、じゃあ答えを見てみよう。はい、ボーイズビーアンビシャス。アンビシャス聞いたことあるだろ。俺最初アンビシャスですからね。今アンバランスかと思いました。救急車じゃねえか、あんなもん。あ、わざわざカタカナまで振ってあるよ。あのさ、ボーイズビーアンビシャス、あれ発音記号だったら俺読めませんでしたよ、自信持って言いますけど。お前はな、うち、そうやさ、英語ってさ、うちの親父がさ、よく酔っ払うとさ、なんか英語喋り出すんだよ。酔っ払うとさ、先生のお父さんがですか。そうそう、俺の親父さ、酒飲むとさ、いきなりさ、タケオ、How do you do? とか言い出してさ、あきなって、なんかどこで覚えたかしないけどさ、ね、ファラファラアウェイロングロングアゴキャプテンリンドバーグとか言い出してさ、こいつそれが出ると必ず飲むと出るんだよ。はあ、それが出るとさ、こいつは酔っ払ってんだと
出たよ、親父のキャプテンリンドバーグ。授業中は死後を包んでるだけですよ。それが僕の中学高校受験と何か関係があるんですか。いやいや、ないない。それ覚えとった方がいいですかね。いいじゃねえか、お前。書いときますか、先生。書いとけよ。ね、まあいいよ。僕はレッツスタディしたいんですよ。オッケー。第2問。オッケー。本当は任せてください。第2問。第2問。行ってみよう。次の文章を和訳しなさい。わかるか、読んでみ。It is.、うん、no. No. Use. Flying over. Split milk. わかりましたよ。なんだよ。Flying. 泣き面に鉢。全然違うじゃん。泣くこと自動には勝てねえ。そんなもん言ってねえよ。お前、クライングだけしか言ってない。あったあった、ごめんごめん。まあ、これは意訳なんだけどな。日本語の言葉だと。泣いたカラスがもう笑った。言ってねえよ。言ってねえよ、んなこと。難しいんだよ、本当に。だってさ、まあ直訳すると、直訳するの、ええ、直訳すると要するに、 it is no use、 no use、 しょうがない。なんで、はい、ノーユースからしょうがないって、そんな時先生説明してくださいよ。どうやってしょうがないのじゃん。そういう熟語があるんだもん。そうやって決めてるんですか。あるんだよ先生。わかんないんじゃないですか先生も。何言ってんだよ。あるんだよそうやって。ね、クライングオーバー、クライングオーバー、クライング嘆いても、嘆いても、そうだよ。泣いてるんだよ、だって泣いてる。クライングオーバーで嘆いても、じゃあラブイズオーバーは、あれは愛は終わった。ゲームオーバーと同じなんだ。ゲーム終わった、うん、難しいな。そうだよ。で、スピルトミルク、スピルトミルク、こぼれたミルク、こぼれた牛乳だよ、うん、それでなんて、ことわざ、ことわざ、要するに牛に惹かれて全然じまい。なんでそうなんだよお前。なんでそうなんだよお前。要するに直訳すると、うん、あのこぼれ、そんなことわざないですよ先生。あるんだお前。こぼれたミルクを嘆いてもしょうがないぞ、うん、っていうことわざが日本のことわざにあるんだよ。あ、それなんですか先生。じゃあ答え見てみようか。あ、答え、じゃあ答えを見てください。腹水盆に帰らず。そんなことわざありません。あるじゃねえかよ。俺は知らないもん、このことわざ。なんだよ。だってそれ、腹水さん柄だろ、盆に帰ってこなかったって話だろ。新聞の尋ね人なんじゃねえ、そんなもん。腹水、腹水盆に帰れ父とか出してさ。で、その答えが腹水盆に帰らずか。そう、だってそれで全然これ難しすぎますよ、だって。お前さ、お前ほんと昔からさ、俺思ったけどさ、英語でお前すごい苦労したろ。英語恥かいたこととかないか。でもね、僕言ってきますけどね、うん、あの子供の頃二丁学校に行っててね、かゆいじさんとはね、うん、古くから付き合いはあったんですよ、うん、でもね、みんな日本語上手だったからね。昔さ、そういえばさ、ストーンとか来た、ローリングストーンとか見に行った時にさ、ええ、あ、ミック・ジャガーが来たじゃん、単独で。その前に一回、あ、はい、来ましたね。ストーンズがあって、ミック・ジャガー歌っててさ、うん、だからみんなそのファンがさ、ミック・ジャガーに向かってさ、俺の後ろにいた席のやつがさ、ミック、今度はキースも連れてこいよーなんてさ、すげえ偉そうなやつ言ってんだよ。その友達がさ、お前何言ってんだ、英語で、お前日本語じゃわかんねえ、英語で言ってみろ、英語で言えよってさ、ミック、ウィズ・キースだお前何言ってんだ、全然わかんねえじゃねえかよ。それは授業大変大事ですか、その話は。英語にまつわる思い出だよ。出てきますかね。もういいすいません、実は僕ほら、工業高校の電気科だから理系なんですよ。てめえなんか高校英語なかったじゃねえか。そうなんですよ。だったんだろ英語、高校の時。高校1年生の時しかなかったんですよ。だからHow are youとGood morningとGoodbyeが言えれば英語は大丈夫です。すごいなお前、まあ、というわけで勉強します。今度英語も。というわけでプレイヤーの皆さんも萩原に勉強させたいことを書いてまた番組まで送ってきてください。あと先ですけれどもですね、はい、東京都渋谷区神宮前 2-4-12 セントギガキリングセンスの尻の大穴係まで。お相手はキリングセンスの川崎と萩原でした。それじゃあ再来週まで。さよなら。さよなら。Goodbye. See you again. お前淘汰される。